483型は1989年にイギリスのワイト島の鉄道向けに登場した電車である。ロンドン地下鉄の1938年型電車を譲り受けしたもので2021年1月に引退するまで製造からおよそ80年以上にわたって運用された。ワイト島の鉄道路線は島内のトンネルの高さが低く、 本土と同じ一般鉄道用の車両が入線、不可能なため、高さの低いロンドン地下鉄の商談面電車の譲り受け車が使用されている。1966年に入線し運用されていた4 8 5系、4 8 6系電車の老朽化に伴い、代替車両として導入されたのが483型である。 タネ社の1938年型は1938年よりネトロキャメルで製造され、ロンドン地下鉄では1985年まで運用されていた。ワイト島には1989年から1990年にかけて入選し、485系486型を置き換えた。全編成が2両編成である。2018年現在は、 サウスウェスタン・レールウェイが派生ブランドのアイランドライン、トレインズの下で運用している。運用末期には老朽化による故障等で稼働車両が減って車両不足となりバス代行や減便が行われる事態となっていた。路線自体を LRT または BRT 化する検討もなされたが、路線を運休しトンネルやホームの改修工事を行った上でロンドン地下鉄の大断面タイプである。 D78 型を改造した484型を投入することとなった。ありがとうございます。